J-WAVE ラジオドーナツ。ここからの時間はアーツカウンシル東京クリエイティブファイル。アーツカウンシル東京のさまざまなプログラムの中からラジオリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などを紹介していきます。はい、本日はスタジオにアーツカウンシル東京の森隆一郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。森さんはもう芭蕉さんよりラジオ出てますか。じゃあ先輩ですね。今日1回目ですから、ね、よろしくお願いします、じゃあいろいろ手ほどきいたしましょう。お願いいたします、はいはい、さて今日はどんなお話でしょうか。はい、今日はですね、私たちアーツカウンシル東京、まあ、略してアツカン、はい、のさまざまな広報メニューをお知らせしたいと思います、うんうん、はいはい、私たちはまあ中間支援団体という位置づけでして、はい、まあ、ちょっと難しい言葉ですけれども、まあ、特にその現場施設を持っているわけではなく、うん、事業はいろいろなこう会場を借りたり、まあ、NPO の方とか商店街の方とかと一緒に実行委員会を作ったり、あるいはその芸術文化団体に助成金を出すっていう、うん、はい、いう仕事をしているんですけれども、はい、まあ、そのつまり扱うそのものには、なかなか触れられないと。あ、まあ、支援をしているわけですからね。そうですね、うん、はい、というので、そこで大事になってくるのが、まあ、広報、まあ、窓口としての広報のメニューだなと思っておるんですが、はい、ちょっとですね、自画自賛気味になるかもしれませんが、いやいやいや、してください。今日は自画自賛協会アツカン支部としましてですね、さまざまな広報メニューの魅力をお伝えできればと思います。はいはい、まずですね、東京ペーパーフォーカルチャーというですね、広報誌、はい、これはちょっと申しました。ここでも何度もご紹介してきましたし、はい、まあ、結構あちこちで本当に 見かけますけれども、 ありがとうございます、はい、ね、いわゆるちょっと新聞的な、そうですね、フリーマガジンになっておりまして、うん、結構ページ数ありますもんね、はい、そうですね、今おしゃれな感じですよね。 ありがとうございます なるべく読みやすくいろんな方に手に取っていただきたいと思っているんですけれども、うん、はい、これ、まあ、東京っていうのは、まあ、たくさんクリエイター、まあ、作家さんも写真家さんもアーティストもたくさん住んでおりますけれども、はい、まあ、こういう方々がたくさんいるっていう状況をまずはまずもってこう文化資源と捉えると、うん、東京という街の文化資源であると、はい、うん、ということで、これですね、迷子ですね、まあ、表紙の写真撮影であるとか、中面に書いてあるコラムですとか、はい、あるいは一番後ろに漫画があるんですけれども、うん、迷子違う方が書くんですね、うんうん、で、もういろんな人が出てきても出てきても尽きないというこれも一つの東京の強みだろうと思っております。はい、具体的には例えば今手に取っていただいている11号は11号はこれですね、はい、それ表紙の写真が平野太郎さんですね、はい、であるいはそのコラムですと、これまで、まあ、最近出た方だと、立川志らく師匠、はい、志らく師匠、はい、それから小西康晴さん、うん、はい、あるいは山崎直子らさん、はい、ということで、まあ、これだけでもちょっと読んでみたくなるのではないかと、うん、今じゃ感じが自分にそうそうたるメンバーですよ、本当に、うん、ですよね。で、漫画もですね、小林恵梨香さんが描いていたり、コップのフチ子で有名な田中克樹さんの漫画を読めたり、はい、ということで、これ今 PDF でも読めるようになっておりますので、うん、はい、過去の、このフリーペーパーの方は、そちらの方でぜひ、ご覧いただきたいなと思っております、うん、でなんかこれをリニューアルするというはい、お話なんですよね。そうなんです、今度7月の末ぐらいに出るんですけれども、はい、ちょっとですね、話の内容が若干、難しい気味に去年いっちゃったかなっていう話でも、まあ、まあまあ文化的ですからね、そうですね、うん、のでもう少し、振り戻しまして、今年、はい、リオデジャネイロのオリンピックがありますので、うん、オリンピックイヤーということでちょっとスポーツにも着目して、はい、アスリートの方にも登場していただきながら、じゃあ東京とスポーツみたいな、ね、はい、そうですね、そして文化と、うん、で、そこにちょっと作りもスポーツ新聞風にちょっとしてみようかなと、はい、雰囲気が変わるんですかね。結構変わると思いますね、はい、見出し大事ですよ、スポーツ新聞風にするんだと、うん、そうですね、どうしましょうかね。いやいやいや、見出し大事です。まあいいです、その話は長くなりそうなんで、はい、はい、ということでですね、これ都立文化施設ですとか、あと都営地下鉄の駅、それから書店やギャラリーカフェなどで、手に入れることができます、はい、でさっき、PDF と言いましたけれども、はい、新しくウェブマガジンも作りまして、うん、新しい最新号からはスマホでも読みやすく、ウェブマガジンということで、まあ、ウェブマガジン化していると、はい、まあ、その過去のやつは PDF でアーカイブ化されているそうですね、はい、はい、わかりました。
2つ目がですね、うん、ウェブサイトにあるブログなどの読み物をちょっとご紹介したいと思います。はい、はい、これはいろいろブログとかコラムとかいろいろ書いてるんですが、もうこれコーナー取り混ぜておりまして、硬い方ですと例えば、オリンピック文化プログラムって前もお伝えしたと思うんですが、うん、まあ、オリンピックには文化プログラムをやらねばならないという、規定がありまして、うん、まあ、これからリオデジャネイロが終わると、2020年に向けてさまざまな文化イベントですとか、まあ、もう少しイベントじゃないものも含めた活動をこれから繰り広げていこうと、まあ、これ全国でやるんですけれども、まあ、東京が先導を切ってやっていきましょうということ でその文化プログラムっていうのが前回ですね、ロンドンオリンピックの時にかなり、すごくたくさん行われたという、うん、注目されましたね、はい、ということで、そのロンドンオリンピックの文化プログラムに関する、コラムと、ブログを2つ用意しております。はい、まあ、先人のねどういうことがあったかと、はい、うん、で1つはコラムの方で比較的こう、まあ、固くデータとかをこう、取り上げたもので非常に研究用の、はい、素材として使えるんですが、もう1つは、まあ、果たしてじゃあロンドン市民はどれくらいそれを楽しんでたのかという、視点からこのブログで、柔らかく、書いているというものがあります。はい、うん、まあ、そういった感じで、ウェブマガジン、さらにはウェブサイトにね、いろいろねブログなどもありますと、はい、いうことですね。で最後、うん、はい、YouTube チャンネルを作っております。うん、はい、で最近ですねちょっとかわいい動画作りまして、ジフアニメで人気があるイラストレーターのエラー403さんという方がいて、はい、ちょっと言いづらいんですけども、うん、エラー403さんですね。、はい、それからモーションデザイナーの、大橋隆さんのディレクションで、音楽が J-WAVE でも最近ミックスなどを手掛けているトム・グググさんがですね、うん、作曲しております。この他にもアーティストの川久保ジョイさん、映像作家の壱岐範人さんによる、アーツカンシル事業のダイジェスト映像、それからシンポジウムの記録映像などもたっぷり用意しておりますので、うん、ぜひともご覧いただきたいと思っております。なるほど。さらに、はいはい、この4月からは実はこのコーナーの音も、YouTube で聞けるようになっております。このコーナーの音というのは今こう流れているこの音源ってことですね。はい、これですね。はい、サイデガス、はい、サイデガスって言っちゃいましたね。サイデガス、はい、それも多分聞けちゃうわけですよね。江戸っ子なのか。しまった。はい、ということで、うん、いろいろと今紹介をさせていただきました。わかりました。はい、ね、いろいろあるんですけれども、今日ご紹介したさまざまなメディアに触れるにはですね、まずは我々の番組ホームページにあります東京クリエイティブファイルのコーナーに来ていただければリンクもありますので、はい、皆さんぜひ、見られる環境の方はそちらからチェックしてみてください。はい、はい、今日はアーツカウンシルの森さんにお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。